はい、まずはですね、このパワーマックスのラインナップなんですけども、ターゲットとしてはやはり上級を目指す方がすごく扱いやすいブーツかなと思います。一級を目指す方であったりとか、あとはコブをもう少し上手になりたいとか、そういう方にはもうかなり技術的にも幅広く対応できる、そういうブーツになってるんじゃないかなと思います。とにかく一級以上目指して、検定ではとにかくもうそれ以上の点数を求めていく。で、ロングターンだけじゃなくてショートターン、そしてコブ、幅広い種目の中でこのブーツの特徴としてはですね、この非常にこう滑らかな、このアッパーシェード、ロアシェードの滑らかなこの可動域、すごく幅広く可動域ありますので、コブの中でも威力発揮するんじゃないかなと思います。私のこの印象では、まずこの素材もですね、粘っこさが非常にあるので、アイスバーンの中でもすごくこう雪面コンタクトが滑らかに行える、そういうブーツなんじゃないかなと思います。まず特にこの特徴的なのはこのソールですね、リブ構造になってますけども、このねじれがですね、すごくこう雪面コンタクトをできるような構造になってるんですね。ですから力のない方でも、女性の方でもこういったねじれをうまく利用して雪面コンタクトが実現できるようになっている、そういった特徴を持っています。でもう一つはこのアッパーシェルがちょっと軽量化されているんです。でさらにこの高さの部分が少し低くなっている分、このコブもそうですけども、いろんな幅広く技術を習得するために必要なそういう要素が全部ここに集約されているんです。そういう意味ではこのマックスおすすめします。足裏が、カチッとしてないというか、ねじれの強度が、弱いというかソフトというか、なので足裏のこう情報がこう感じやすいというか、スキーがたわんでる、量だとかスキーの向きだとか、そういうところが、こっちのブーツの方が感じやすいかな。だからずらしの操作とかやった時にもスキーがどこ向いてるかわからないとか、どれぐらいたわんでるかわかんないっていうふうになりやすいんですけど、やっぱりその少ないその何つうか圧変動でもスキーがたわんでるたわんでないが情報キャッチしやすいから、意外とソフトな感じで意外と敏感な部分というか情報伝達がいいかなと思います。滑りやすいんで、細かい操作とかやっぱ視点が低い方が向いてるというかっていうフィーリングがあると思いますね。硬いんですけど、その硬さの中でもそのずらしやすさってあるので、次がずれちゃうんじゃなくてずらして、操作しやすいっていう感覚があるから、なかなか面白いと思います。こうずらしの操作、小回り苦手な方結構いらっしゃるんですけど、そういう方にはぜひこういうブーツから始めていただいてた方がいいかなって感じがしますね。スピードほどよく逃げてくれる、で逃げるとどっか引っかかってどっかずれるとかじゃなくて、全体的にこう逃げるから、ああ。面白い。優しいよね。だけどまた違ったフィーリングになるんですね、これ。面白い。